ぱり実際の大学の受験問題の配点って7割から8割が長文解釈っていうふうに言われているので、一定そのレベルであれば僕たち一旦おすすめしてるのは英検変えるっていう選択もおすすめしてて、皆さんこんにちは、青学コーチングの斉藤と桃井です。本日なんですけれども、そろそろ本格的な受験勉強に突入する人も多いと思うので、夏から実際に青学に受かるにはどのような勉強を進めていけばいいのかというところをお聞きしたいと思います。はい、まず何か全体を通してこういう意識を持った方がいいとか、はい、こういうことから始めた方がいいみたいなのは何かありますか？もちろんこう青学って結構英語の難易度がやっぱ高い大学ではあるので、はい、英語行ってこう特に夏であれば本当に基礎は固まっている状態っていうのを作れるのがベストではあります。なるほど、はい、じゃあ英語の基礎って今おっしゃったと思うんですけど、英語の基礎が固まっている目安だったり、基礎を固めるためにまず何をすればいいっていうのはどうでしょうか？英語の基礎って結構抽象度高くて、なんか分かりづらいなと思う人多いと思うんですけど、個人的には短い文をいかに正確に訳せるかっていうのが僕的には基礎だと思う。間違いないですね。そうですよね。で、結局今英文法の4択問題解いてたりだとか、こうシスタンとかターゲットとかで単語帳覚えてるとかあると思うんですけど、あれって何のためにやってるのかっていうと、結局大学受験の英語長文とかを正しく読むためにまず英単語しろであったりとか、英文法ルールしろっていうところでやってると。で、英語の基礎って何だって思ってる人は一定この英語をしっかり訳せる力、これがイコールかなと僕たちは考えてます。はい、その通りですね。やっぱり実際の大学の受験問題の配点って7割から8割が長文解釈っていうふうに言われているので、文法に躍起になっているとかいうのではなくて、解釈もしっかりやってもらえればいいかなと。よくいるんですよね、こう受験生で4択英文法を解けばめっちゃ英語上がるんじゃないかとか、英単語と文法やって長文やれば成績伸びるんじゃないかと思う人多いんですけど、はい、実際に入試問題見てもらったわけですけど、4択英文法ってもう最近どんどん減ってきてるんですよ、出題数が。じゃあ何やるのかっていうと、4択のあの問題を正解しに行くんじゃなくて、なんであの答えがあれになるのかっていうルールを知ることがやっぱり大事なので、英文法に関しては人に説明できるのを理解するっていうのをゴールに置いて勉強するのがいいと思います。はい、そうですね。英語は結構固まったと思うんですけれども、はい、この時期やはり難しいのは、社会科目などを含めたバランスとかも結構迷う方多いと思うんですけれども、実際この時期って、国、英、社ってどのようなバランスでやればいいでしょうか？そうですね、この時期であれば一定英語の勉強時間の全体の6割で抑えてほしいなっていうのがあって、国語が1、2割、社会科目、選択科目は3割か2割っていう形で取ってほしいなっていうのがあります。そうなんですね、はい、ありがとうございます。ちなみに社会の勉強をまだ全然受験勉強としては始められていなくて、教科書をやっと読んでいるくらいという方も意外と最近受験そうなのでいらっしゃるんですけれども、そういう方はもう少し社会を重み取ったりした方がいいんですかね？そうですね、ここ結構難しい選択かなと思うんですけど、一定そのレベルであれば僕たち一旦おすすめしてるのは政権変えるっていう選択もおすすめしてて、今のレベルがこう社会がちょっと教科書読んだ程度とかであれば、まだまだやる量って膨大にあるじゃないですか、そこをかつ英語も固めて国語もやってってなると、本当にもうパンクしちゃうので、であればこう量が少ない政治経済に一回転換してみるだったりとか、そういうのも一旦おすすめしてたりはします。そうですね、はい、ただ政経では受けられない大学だったり学部もあるので、まあ、そこには注意しつつ、そうですね、選択肢として考えていただければと。多分マーチを受ける中で基礎固めみたいなところは多分今まで話した内容だと思うんですけれども、うちに9月10月に青学に受かるために勉強するっていう専門性とか特化をするためにはどんな勉強法が効率的ですかね？そうですね、絶対やってほしいのが共通テストの対策をめっちゃやりましょうって話で、やっぱこう9月10月で共通テスト安定して8割取るっていう目標で一旦皆さんやってほしいんですよね。でもほとんど経済を除く全ての学部で今共通テスト必須になってきてるので、なので共通テストで安定して8割取るっていうラインで9月10月に載せれればなと思います。はい、そうですね、こう意外と知らない方もいらっしゃるんですけれども、今青学ではほとんどの学部で、まず共通テストの点数も採用されつつ個別の学部の試験っていう形が増えてきていて、青学以外でもマーチの中でもどんどん導入されてはいるので、まず共通テストを取れるようにしていただければと思います。その上で多分過去問演習だったりだとか、10月以降に、まあ冬にかけてどんな勉強すればいいのかっていうところまでちょっとお話いただきたいんですけれども、この辺はいかがでしょうか？まず共通テストのレベルで先ほどお伝えしたように8割取るっていうレベルまで乗っていれば、一定皆さんマーチに合格する足元のラインも絶対揃ってるんですね、はい、8割乗ってたら正直マーチ10校ぐらい受けたら3、4校来ると思います。
そのレベルには載ってるんで、そこからはあとはもう過去問対策っていう形でしっかりその受けたい学部の過去問をしっかり3年解くっていうのはやってほしいです。はい、なるほどです。そうです、なんかそこで少し疑問なんですけれども、はい、例えばマーチ第1号の方ってマーチで5、6個受けられると思うんですけど、はい、そこの5、6個を全部2、3年分やるのか、うん、例えば第1志望、第2志望は5年、10年分やって、うん、他を1、2年分とかにするのかというと、うん、どっちがいいんでしょうか。そうですね、結論全部3年分やった方がいいよっていうのがあります。とはいえ、時間も限られていると思うので、時間がない人であれば、第1志望はしっかりこう3、4年分っていうのを確保して、まあ、第5志望とかであれば1、2年でいいのか。ありがとうございます。その中で、今なかなか基礎が固まってないっていう方もいらっしゃると思いますので、はい、そういう方が逆転合格しやすい学部だったりあれば教えてください。はい、僕であれば経済学部を受けます。ちなみに理由はどのようなものでしょうか。3点ぐらいあるんですけど、はい、まず1個目が2月の19日に入試があるってことですね。もしかして早稲田の教育と多分あ、そうなんですよ。あ、なるほどです。で、それもあるんですけど、2月の19って結構後ろじゃないですか、入試の。そうですね、うん、はい。で、こう2月って受験生成績伸びるんですよ、意外と。受験期間って今あんまりこう青学に届かないって人であれば、本当に1日でも後の受験の方が有利で働きやすいので、なのでこう受験が少し後にある経済学部っていうのはお勧めしてます。2点目が問題難易度なんですね。青学の全部の学部の中で共通テストもいらないですし、かつ過去問の難易度もそこまで高くないんですよ。なので、対策しやすいっていう点があります。3つ目が英語と社会科目で受けれるんですね。勉強時間をしっかりこうコミットすれば伸びる科目ではあるので、残り期間こう一番逆転合格を狙えるんじゃないかと思っております。なるほど、ありがとうございます。で、本日は、夏からの勉強法から実際にどのような学部を受ければいいかまでお話ししていきました。ぜひ参考にしていただければ幸いです。はい、では本日はこれくらいで終わろうと思います。ありがとうございました。青学コーチングでは夏から逆転合格したい受験生を応援しています。このままじゃ不安だなっていう受験生はぜひ下記概要欄からお問い合わせください。